さあ今回も三国無双8エンパイアズやっていきましょう。さあ今回は漢中進行していくので、まあ幹部の張翼と、馬長馬隊など、以前飲み込んだ勢力を使っていくよと。でまずはここでね、反乱軍両毛を率いるね、まあ極刑がいいのかなの軍、オフラとかもいるんでまた別ですけど、ここ潰していこうじゃないかと。さあ、兵数は圧倒してます。陛下はとりあえず何でもいいですね、変える人もいないし、行きましょう。お、いいね。なんで雷クマ出しましょうか。命令は上側の3人。とりあえずね、拠点が抜かれないようにと。で、花崗豚に意味だよね、各所を倒してもらって、シャマカにはこの歩兵の敵を倒してもらって、領下にねちょっと拠点を取ってもらって城を守ってもらおう。一応ね、炎章が大使というかね、責任者なんだ。あ、仙人が呼んでくれるんだね。仙人で竜巻が、でも何、支援をしてくれてんの。1個、ああなるほどね、味方が今押さえているんで、ここの拠点取るかな。お、もうこれかけてんじゃん、壊しちゃうか。はい、勝手に拠点落ちそうですけどさあこれ敵いきそうだね。あれ使ってるのか。あー、危ないなかった。どこにいるんだ。過去との処理失敗したね。 OK、 まあ2分半あるならいいんじゃないかな。いやいやいや、あ、これやっぱ食らうんだ。お、ナイス、さあ取ってくれましたね。もうほぼほぼ決戦じゃないかな。来たけどすごい安全地帯だね。防衛の一環として出てくるのはめちゃくちゃ嬉しいけど。この勢いで一気に攻め込め。これはさあどうしようかな。飛型はもう余裕ですよ拠点も少ないし。捕獲できるか、各所捕獲しちゃうよね。まあ、味方が言ってんならいいかな、ここ取っちゃおう。お、ちょっと狙わせますね。花崗豚とあと炎章でやらせるか。で、領下がね止まってるんで、両毛行ってもらおうかな。まだ倒してないんで、ちょっと味方のね作戦変調撃化を待ちましょう。で陳頭にも突っ込ませるか。お任せください。まあそんなかかんないと思うけどね。いけいけ、みんないけ、みんないけ意味はないけど、突っ込め突っ込め。この両使命
必勝を期して相手となろう。何気にロショ君も光ってないか。弱まったやつもいるものだ。乗れ、俺が止めてやるとしよう。おお、耐えきれるか。決めてみせる。あ、飛型は止めたよと。よし、防ぎ切ったぞ。これで勝利への糸口を捕まえよう。強すぎないか。カウンターで死んだんだけど。それが今だということだ。今かなり強いようです。奴らに格の違いを思い知らせるのだ。攻撃対して今更出てもね。さあカウンターができないようにもう一方的に殴ればいいかなと。サイリビッチンと立ち返っています。おお、クマも来てんね。まあ、今回超運はいないんでね、さっさと終わらせちゃおうかな。うわ、急に来たね。勝てんのかね、思うわ。あっぱれな戦ぶりだな。なんとも勇ましき戦ぶり。さあ、しょっかりでサンシャマカもね、今後ろにいるんですが、これをまあいただこうかなと。よし、敵将撃ち取った。モサ感があるね。さあ、両魔法枠防御力低いのかな。簡単にね、倒されましたね。よし、見事に勝利を飾ったぞ。お前の力を買っているんだ。俺たちに力を貸してくれ。この状況で俺を生かすだと、なかなか思い切ったことをする。さあ、この私を倒したロショクをね、仲間にできると。さあ、両毛じゃないところが面白いね。まあ、君主はないのかな、このイベント自体が。あ、一級出ないんだね、あんなに殺されたのに。あの、これをさし、もういらないよね、人はね。さあ、両毛。五の将、武勇一辺の武将であったが尊敬に諭されて学問を学んだよと。よし、いいだろう。あ、出た、オフラ。オフラね、満足。左剣王っていうのかな、劉氷っていうのがいまして、彼の血だよと。これはもらっとくか。殺せ。我が命運尽きたか。結構ね、重要そうな人物。まあ多分劉氷自体はもうあれか、成人するような人間かな。だから見つけ出して殺さないといけないね。一族のちょっと恥を倒していかないと。さあ、ここでまだターンはあるんで、兵を回復してもらいつつの兵糧集めないといけないね。たださ、訓練か、兵糧減っちゃうよね。交流する、あ、投与する、いいよ、しようしようしよう。じゃあ
兵糧収入も減っちゃうんでね、投与すると。義兄弟になってもお金の収入はね、ゼロにできるんですけど、兵糧は結局減っちゃうんで、絶対にね、人を雇うと。まあ、軍の維持みたいな感じで使い続けるよと。やるぞ。さあ、龍くんかな、じゃあ。あ、48% か。何がいいかな、衣装とかって職系かな、武将情報。元は偽証であったが脅威と信仰があったと。あー、印象って言うんだね、そもそもね。一応もう職の武将とも言えると。仲間にしよう。お前の承知。おいおいおい、ダメでしたね。うん、司令は目にも、それは義の将、炎術討伐に向かう劉備に官軍として従うが、監視役を渡さずに帰陣したと。まあまあ、あんま能力低そうに見えますけど、結構ね、三国志なら使えるような、50% か。さあ、関与いるじゃん、関与。中身にしよう。お前の、これからお世話になります。必ずや、お力になってみせますぜ。あ、いいね、いい友達になれそうだ、関与。いい、めちゃくちゃ多いな。あ、顔料、あ、顔料文集欲しいかもしんない。今更か、でも。あ、綺麗もいいね。低いなぁ。お、綺麗は高いね。綺麗、炎術配下のショート。関羽と30号打ち合い引き分けた。結構ね、ドラマ三国志なら、役どころあるよね、こいつね。お前の、ね。うん。まあ、来ないけどね。全然来ないんですけど。あ、さっき、あ、こいつは、じゃあ技能賞、あれ 70% ですよね。おかしいな。肺炎症でもいいか。じゃあ士官を、来た来た来た。なんとか交流はできなかったね。放流と東洋2回ずつできたらね、終わったんですけど。俺についてこい。まあ、今回は抜刀系だね。彼ら率いていいか、じゃあ足りるじゃん。すごい相性が悪いです。かなり相性が悪いようですね。あー、なるほど、互角なんだ。しかも、あ、この辺レベル低いね。31レベル、ちょっと兵数の差からすると 4、5レベル差あるのかな。まあ、フルッチはね、君主なんで兵が多いんでしょうけど、質負けてんね。まあいいか。熱波襲来、同盟呼ぶ。長老だよね、多分。長老に攻めてるから違うか。同盟なんかいたっけ。孫権か、その辺やった記憶あるね。孫策か。あー、何やろうかな。勝者遠すぎないか。あんな遠いの強化すんの。目の前にありますけどね。これもまたなんか違うよな。でも同盟も遠いしな。いや、熱波で行こう。承知いたした。さあ、命令はあんまりする必要ないかな。こいつだけ狙ってもらってね。馬長に蘇陽伯かな。で、馬隊に用心と。まあ、騎兵中心なんで結構当たりづらいかな。相手ぶつけてもいいですけど。守らないといけないのか。定銀はそのよくわかんないやつ出してもらって、バガンかな。じゃあ、うん、行った方がいいね。じゃあここだけ取っときたい。お、楊邦が楊人を挑発してると。で、かかったみたいですね。味方に守らしときゃ間違いない。多分。
死んだ勝利への鍵となろう。待ってよ、まあ大丈夫そうだね。おお、やるね。お見事な武勇、恐れ入りました。見えないこれ誰もやってないね、こいつを。さあ、要衆、誰かが倒したかな。さあ、超力ナイス。そのままの勢いで行ってもらおう。多分一回回復した方がいいかな。回復をしたいが、たまるかな、この後続部隊ね。よし、これ味方も回復するんでね、また使いたいですね。あ、妖精町の方に行くんだね。あと1分、まあ大丈夫でしょう。いや、今回2000超運がいないんでね、ちょっと味気ないかな。馬長という、まあ、代わりいますけど、熱きね、暴将が。じゃ、帝銀が倒してくれましたね、用心。武将対武将はあんま負けない。さあ、残り30秒にして大規模化してみてですけど、まあ、めっちゃ味方いるんで大丈夫じゃないかなと。なんか策来たな、割とちょうどいいとこ来たよ。引き多くない、ね、それはシンプルだからかな。困ったらできますよね。ここでは、お、やばいか。で、終わったね。よし、護衛やめて、さあ、違う拠点だね。こちらも引き絵みたいなもんですよ、熱波襲来。よう、もう一回し、いつの話だ。で、まあ、下の兵器の拠点なんかどうでもいい。投石球かな。待って待って、すごいことなってね、後ろおまかと長英倒してもらって、止めないと敵を。長翼が陽陣で、馬長が護衛になってるね。馬長に陽陣か。で、さっきのやつに陽陣だね、倒してもらってと。冠中ではね、結構堅牢なんだな。さあ、帝銀苦戦、拠点しかないはずなんだけど、受け使うか。後続部隊ちょっと見てみよう。敵はいないね。これで勝利への糸口もつかめよう。さあ、制圧と。体勢を整えねば。あとは頼んだぞ。さあ、ではここで、ね、攻めるようにしましょう。お見事、見せつけてくれますな。耐えきれるか。これ、あ、セーランも唱えてんだね。間に合ったな。私の策で戦局を変えてみせよう。さあ、左下から湧いてくるよと。やられかけてるんだよね、とはいえ。頼む、頑張ってこい。敵
っていうのは投石拠点ですよな。拠点がね落ちちゃいます。バッチョやられたね。幼児にやられたと相性かなきっと。定員拠点にやられてるようですね。勝ちそう勝ちそう。じゃあいいか、開けちゃおうか。間に合ったか。私の策で戦局を変えてみせよう。さあ、あーでも開くね。いいや、戦っとくか。やりやがったな。本陣助けるやつがやられてる。副兵隊長やるな。バッタイは用心倒して超力と連合してその敵を倒してもらおう。味方も敵倒してますね。とはいえ王骨に鞭打ってかけ参じたぞ。さあ反撃じゃ。さあ結構相性悪かったんでかなり苦戦しましたが、いきますか。長老軍なんていらないんで一気に狙っちゃおう。長老だけゲットしようかな。なんか肩書きあるんですかね、あいつね。よし、さあ行こうか。あれ、彼の周り誰もいない感じですか。ここで敵をとどめればなら勝利を可能で。いるね。なろうともな。耐え切れるか。まとめてっちゃおう。多分長老以外やられたはずなんで、あと彼を狙うのみでよと。はい、残念と。さあ、漢中攻略。いい街並みだね。豊かそうであるけども、よし、ここに市場があってね。勝利を飾ったぞ。さあ長英、長老の弟、これはちょっと登用するか。ああじゃあ解放かな。さあ長老、称号名称だけなんだね。いや、なんこんな特殊なやつね、欲しいよね。さっきゴトベイドーでいいんじゃない称号。さあ、彼はゴトベイドーの教祖ですね。漢中一帯に、まあ、その宗教勢力を築くと。まあ、龍炎から独立した人ですよね。教祖軍に攻め込まれた際は、蔵は国家のものだからと焼かずに封印されて去ったと。させてか、させて去ったと。どうしよう、仕方ない。じゃあ解放かな。欲しいやつは来なかったね。お前強かったし入れないの。よしよし、一人だけかな。黄金のね色に変えた人が一人と。マルシの宗教戦争ですからね。まあ黄金じゃないけどね。色は黄色ですから、好転を体現しようとする。あれあれ、次はどこを攻めようか。我らはこの条件での取引をの同盟か。あー、まあいいかな。そこにすぐ攻める気もないし。ああ分かった。魔女たち結構やってますからね。互いに利となる取引でやったな。この同盟やっぱ対等だよね。うちから提案する同盟はなんか渋々感が半端ないんだけど、いつもあれ何なのかなと。お、超40レベル。いやー、関係ある人たちはみんな40レベルだね。結構な差があります。配置替えまずしようか。
あ、言ってまないか。ここ取っちゃいますかね。ラッピーなんで、超運、準育、関羽、高順。ちょっと持ってきますかね。どこにいるみんなは。ここだね。ミジクとジョは外して、加工機ちゃんと王位連士。これつまり弓の一般を外すべきか。加工園外そう。8人は少ないよね。足りないのは歩兵かな。いない。まあ、竜砲を入れ、逆か合ってるか。ガッピーに集めるもんね。まあ攻めるから攻めらんないと見て、あ、ここでいいや、10人いるんで。1人適当な、超高でいいかな。だいぶ強いですけど。あ、旅霊機も連れていこう。あ、高孫さん、サジ、ああ。いやいやいや、だいぶね、人がいていいですね。さあ、攻めるはリクソン。これ取れば上の拠点、飛び地も手に入るんで、いよいよね、天下と攻めてきたかなと。何やろうか。金3万か、遠いな。破壊工作。防衛強化。東洋はもういい、やりたくないんで、農業開発かな。今回は体験はないようですね。さあ次は、まあ、放浪軍から立ち上がったとおぼしき勢力、まあ、おぼしきではそのままだね。リクソンです。配下はまあ演術系とかもいるような感じでね、あんまり色めないのかなというところです。我々ほどないのかなと。で、劉翔と同盟してるんで、もし倒してもね、彼らもしというか倒しても次劉翔を狙って一気にここの勢力が入れ替わるかなと、塗り替われるかなと。